前回までのあらすじ。青木区民を仲間に、段取り。以上。潜水できるようになるのはでかいよな。ああ、でもこれも欲しい。これだな。効率がめちゃくちゃ変わるから。ホームシック増え。必須ではないな。探知、もまあ必須ではないかな。どれかというとアンチなんちゃら系を優先したいが、使用資材が多くて、冒険での資材不足に陥りそうなのが怖い。ノーセ？ミロ？ティッシュニープ？カノボコ？タクタクソ？わがままだ。ミッションクリアしたら資材もらえた。何か買えるぞ。体力もまあ、大事。もへい。もへい。たったろ。昨日行きそびれたケダモノの王国は行きたいな。そこそこピクミン死ぬだろうな。ごめんね。タイモガエルは緊張するなー。うわお、先にイモガエルやっててよかった。それか。やべやべ。
コ。これはタコさんインナー？かわいい。この数じゃあの敵倒すのは厳しいね。ピクミン回収しよう。ベレット層、出てるピクミンの色にしか変化しないの偉すぎじゃない？私感動しちゃった。なんで失敗してしまうのか。今3匹串刺しになってたな。怖っ。ああ殺してしまった。うるせえぞコリー。そんなん私が一番わかってんだよ。泣くぞ。メローン。よしよし。これどうやって壊すんだろ。菊の横通るときは目ん玉よく見なきゃ。
あと激辛スプレー持続時間長いよね。ありがたいんだけど、まだまだ慣れない。正午の鐘、これどうすればいいんだ。なんだろ、これ。クッキーの座布団にしか見えない。ああ、バルブ。これで水が止まるんだ。よしよし。届いてない。これは。爆弾の出番っぽいなぁ。暇人増えって増えた地点に集まってくるんだ。行くぞー。
キー勝ちました。はあ、よかった。ヘビガラスの死体の残り方そんななの？あんた昔は首だけになってたじゃないの。あー、ここ壊せたらショートカットだったんだ。パンチよー。うわー、そうだよな、卵だもんな。孵化もするよな、おバカ。資材運搬中の子が襲われないようにおとりになるぞ。こっちの笛、音がカスカスしてる。洞窟行きたかったけど、ヘビガラス倒せたし、まあいいか。毛玉の王子様って、絶対手にプリじゃねえか。ハーモニックシンセサイザー、懐かしい。まあやもハムンドラスパーおわコリーマヒおーい、ナヒヒ。うわあ、これ欲しい。ああ、これも欲しい。これダメージ抑えられてますか？これは必須っぽいな。1日5個までしか開発できないんだ。こまめに作っておいた方がいいね。ミュレプンプレイ
ケシネパウ。今日こそ洞窟に行きたい。爆弾を。こう。あ。ほう。パパもパパ。ナンプール。ちょっと周りをうろちょろしてただけなのでカット。あ、ここのお宝を取りたかったみたいです。過去の私、親の顔、ときたらこの顔。え？爆弾は？あ、しかも私に渡してくれた。ありがとう、偉いね。迷子になっているらしい。倍速で。けだものの王国。行こう。おう。野生のピクミンが頑張ってる。
食スピード速くない？昔は咀嚼してからもうちょいインターバルあったでしょ？気をつけていくか。ごめん。よっしゃ。さすがの火力。オッケー。待て、調査率 16%。 この洞窟、6階くらいまである？怖。うわ、てんてんチャッピーだ。あいつは他のチャッピーより起きやすいという性質が。あった、ような気がする。これは国民の壁じゃ。わー、おき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 。はぁ、あ、はぁ、あ、ほんと危ないな卵虫。わー、いわ国民だー。硬いけど食われるし、めちゃ硬いとこだと押しつぶされる。めちゃ硬いとこってどこだ？目視でわかるのかな？you
でけえのが残ってんだよな。あっちにも岩つくみんいるじゃん。よしよし。よし。あ、いや待て、こっちには氷国民がいるんだぞ。よっしゃよっしゃ、連れてきといてよかった。これ段差か。もたもた。もた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 。はあ、よかった。よしよし。あはは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 、懐かしい。育ちの子だっけ。よし、次の階へ。はあ、いいぞ。3階でクイーンチャッピー出てくるの。この洞窟やばいな。新しい攻撃パターンもあるかもしれないし、油断せずに行こう。いつもの初見。これに何匹のピクミンが持っていかれたか。
コリーうるせえな、優しいけど。おお、お宝もある。よし、ちょまパピヨン。パピヨンはパピヨンだな。ドクター発見はでかいぞ。でまあれ、でかでか。こんな難しそうな洞窟に重要人物ぶち込んでていいんですかって思ったけど、3階にいるのは優しさだな。初心者さんはクイーンチャッピーをボスとして一回お家に帰ってね、という任天堂からのメッセージ、受け取ったぜ。あいつか、名前忘れたけど。ヌポ？ホラー帰ってくるの推奨してる。ホラー、やだね、帰んないわよ。過去作プレイヤーの意地よ。本当は内心がくぐるよ。いわピクミンが戦っている。ゼロチャッピーだったっけか。やめてー。黄色がやられてしもうた。数で押せるかなと思ったけど、やっぱ正面からだと厳しいか。天下一ブサイクの仲間だ。待て、まだ向こうにもベロチャッピーいる。とりあえずオッチンに。ああ、やっぱ運べないのか。どうしたら。待てよ。よっしゃー。氷ピクミンがいたー。
ナイス、ナイスすぎる。国民が結構持っていかれたな。板は渡せない分ちょっと遠回りになるけど、回収できないより全然マシ。回収見守るだけなので倍速です。広い。警戒。うわー、来たわね、クマチャッピー。トラウマよ、あいつも。今作は倒した後、復活するのだろうか。だから呼んでも来ないんだってば。ふう、あいつ、決まったルートを回っている？ふーむ。いつものことだけど、後ろについて回ってる奴らがまずいやらしいんだよな。影に隠れて深呼吸。これ、戦場の鉄則。観察観察。ここはマジ適当にしたら大半のピクミンを失いかけない。まずは後ろの奴らだけを処理したい。あそこに段差があるから、段差でクマチャッピーだけが降りた瞬間、後ろの奴らを倒せればなんとか。慎重に進めすぎているので倍速。ビビリプレイをご覧ください。よし、犠牲は出なかった。残るは
本体。の犠牲が、まあまあ一匹だけなら私にしては頑張った方だ。ごめんなー。ほう、今作クマチャッピーの回復はないね。よかった。あれがあるとないとじゃ難易度大違いだもんな。おいで、脅威は去ったわよ。じゃあお宝回収していきましょうね。ビビらせないでください。次が、最後の回でありますように。よし。ん？何も、見当たらんけど。まだらじゃんか。ちょこっちまでは来ないでよ。よし、見えない壁があるわね。どうしたもんかな。2匹いるんでしょ。うわー、ここ、これ1の強さのデメマダラじゃない？やっぱヤババババババブッバ。あーあー、うるせえコリー。そんなの私が一番わかってんだよー。押しつぶされた。いけ。お世辞にも綺麗な倒し方とは言えなかった。プデル？プードルかな？スタイリストさんらしいし、それっぽい。プードルは月に1回はトリミング行かなきゃな犬種なので大変です。氷ピクミン殺しちゃったから凍らせられないけど。
この地形、過去作プレイヤーなら、ってなる地形だよね。懐かしい。危ね危ね。もうちょい安全なところで解散しよう。過去作リスペクトがすぎる。よしよし。そういえばにでも、手に入ったお宝は土偶だったっけ？埴輪だったような気もするな。なんだこのシリーズは。はぁ、はぁ。序盤から骨太な洞窟やっちゃったな。先の洞窟が思いやられるが。ミセス土偶。ああそうだそうだ、過去作に多様な地形で手に入ったのは、ミスターハニーっていう埴輪だ。天下一ハンサムて。天下一ブサイクはいつ出てくるんだい？じらされてるわ完全に。29匹殺しちゃった。ごめんねー。そんな感じで今回はここまで。次回はまた別の洞窟に潜っていくよ。